トレード。トレードか。トレードの自信もザシャン耐えそうだけど。まあ、ザシャンの HP 取っといた方が得そうだから引くか。最近またミミッキュ来てる。ミミッキュって別に弱くなった時期はないから、ね、圧倒的他のポケモンが持ちえないスペックを持ってるから、こいつだけは。カバルドンはね、まあ、似たような役割、例えばラグラージとかでも代用できるけど、ミミッキュはミミッキュにしかできないことが多すぎるからね。アクビステロ、アクビステロか、アクビだな、とりあえず。125、37。88、耐えるか次。あくび連打だな、とりあえず。うわー、なんかいい技持ってんだけど。まきびしは、まきびし？まきびしはやばいですね。あー、突っ張か。これ引いてくるかなと思ってあくび打ったんだけど、いや、ここイベ、いやーてかきっつ、それいや、俺がステロ巻くタイミングでイベル出されたら大ジェット打たれて全員ぶち抜かれて終わるから。マキミシホルドなんか強そうなんだけど。ガンプーマキミシ地震石化めちゃくちゃ強そうなんだけど。パクろうかな。ガンプーマキミシ地震石化めちゃくちゃ強そう、マジで。地震ですかね、ここは。あー、これ耐えるか耐えないかで世界線変わるけどね。耐えた。うわー、ルカリオマジで腐った。全然考えてなかったわ。見よ。いや、ホルードの見るか。俺が知らないだけ説ある。ポケモンフォーム見て、てかこれルカリオでも良かった説あるな。まあ、ここは強襲で OK。いや、こいつが動画値段になるかどうか置いといて、ああ、まきびし覚えるんだっていう発見はあった。バトルデータベースでチェックするぜ。レシェル級！大魔だと思うけどなー、これ。ああ。トレード使用率82。いや、まきびしないわ、技に。主要な技ないな。ないわ。
マジマイナー技なんだな。てかザシアンやばすぎだろこれ。耐えた、負けたと思ってきたんだこれ。あー、レジエリキがアタッカーだったら負けるなと思ったけど、しっかりね大魔読みで強獣山打ってるんで。まあこっち大魔残ってるから結構勝てそう寄りではあるけどね。イベル、イベルは負けか。イベルわかんないな。は？ステロ入ってないんだけど。ステロ入ってなくないっすか。不意打ちあると思う。直帰でしょ。いや、じゃあ厚底ブーツか。ケアするか？不意打ち。不意打ちケアする？ケアするか。いや、ブーツなのちょっとだるいな、逆に。勝った。強獣でよかったー。強獣でよかったー。電光石火のダメージ入らなさすぎじゃないか。あんま関係ないな、これ。熱風、まあ、厳しいて。大魔、大アタック打つ意味。大ラックルはイカサバの木、あれが大、大ラックルは意味ない。つまり、大ロックだな。大ロック、大アタックか。ルート的には。うわあ、これマジで。いけーデスイング、いやこれねー、いやいい。でも回復されるのはまあしゃあない。いや、落とせないのは分かってる、これ。いや、まあ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 、問題は。いや、熱風とかあんのかな。羽休めがあるかどうかですよね。あるんだったらここ打ってくると思うんだよね、羽休め。だから、追い風がラストだから、大アタックっすね、ここは。はい。あぶねえ。死ぬと思った。デスウィングのダメージ的に、うわーこれ死ぬなーと思ったけど、なんか耐えたわ。